どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレを使いまして、いろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん、音楽始めよう。今回のテーマソングはですね、もうこれ奏でただけであっという間にハワイにトリップできてしまう、まあ名曲やっていこうと思います。こちらです。ドーン、パーティーシェルズ。こちらの真珠街の歌。この曲はですね、1960年代に、まあ、アメリカ、ハワイ及びもう世界中でヒットしたということなんですけど、これはもうハワイアンソングといえばこれだよ、これでしょみたいな感じの、もうね、もう本当に大定番曲です。これね、いいと思いますよ。はい。もちろんこの大定番曲はガズレレで過去に1回ね、もう4年か5年ぐらい前に1回取り上げてるんですけど、やっぱりちょっと今見るとね、もう動画も見づらいし、ちょっと不親切なんで、今回、また新たに2021年バージョンで、さらにかっこよく、さらにわかりやすく、さらに簡単になって再登場でやってみようと思います。この曲でもう一気に気分高めていきましょう。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョンをゆっくりやります。はい。後半はかっこいいバージョンなんですけど、このパーティーシェルズって曲ね、もうあらゆる、もう世界中のアーティストがもうめちゃくちゃカバーしてる、されてるんですよね。で、それぞれのアーティストによってアレンジが全然、速さとかアレンジ全然違うんですけど、今回はもうガズレレスタイルで、ゆるーく柔らかく、もういかにもハワイアンっぽい感じで、やろうと思うかっこいいバージョンをやります。だからふんわりリズムでやるかっこいいバージョンです。はい。2バージョン最後まで、ご覧になってください。さあ皆さん、音楽始めましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。今日みたいにハワイアン曲なんかやったら、もういきなりハワイになんか本当に飛んでっちゃいそうな気分、そんな、ね、気分転換にもなるし最高ですよ。今ご覧いただいているこのガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで音楽やってみたかったけどなかなかチャンスなかったなとか、楽器一回チャレンジしたんだけど難しくても挫折しましたみたいな方が、あっという間にウクレレ弾いて歌う弾き語りができるプログラムがあるんです。このプログラムを見て、もう全世界中の方が何十万人もこのガズレレで音楽始めてます。皆さんもすぐできますから、簡単ですからね。チャンネル登録者の方も15万名様超えていただいて、もう活用されております。もうちょっとしたらこのプログラム、簡単レッスンプログラム、ここにリンク貼っておきますね。このリンク先に飛んでもらって、上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけであっという間にすぐできます。 YouTube 動画ですから無料で今すぐ始められますよ。じゃあ行きましょう。ここからです。クリック、いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲が、このちっちゃいウクレレ一本で弾いて歌い弾き語りができるというね、レッスン動画と課題曲すでに1600曲以上もアップロードされております。今日みたいなハワイアンソングももうめちゃくちゃいっぱい取り上げてるんで、ハワイアンソング他にもやってみたいなという方、ここにリンク貼っておきますよ。ここに行っていろんなハワイアン挑戦してみてください。それではやっていきましょう。パーティーシェルズ、ガズレレ流シンプル簡単バージョン、ゆっくりとやってみます。ワールtwo, down, down, down.Thank you.
いの。ポーリーシェルズ、ガゼレレリューシンプル簡単バージョン、ゆっくりやってみました。もうこれだけで十分なね、南国気分がもう味わえますね。真珠貝の歌。最高でございます。一応ですね、これいろんな世の中にアレンジがあるんですけど、すごくシンプルな感じで感想も入れた、適度な3分ぐらいの長さでちょっとやってみたということなんですけど、結構ね、ボリュームあるでしょ。でも繰り返しが多いので、一個のパターンを練習していくとこう繰り返していって、こう、形にすごくなってきやすいので、これはね、もう何回も何回も今のシンプル簡単バージョン、ガズレレ YouTube 動画に合わせて、できるようになるのを目標にちょっとやってみてください。そしてね、ガズレレ YouTube 動画付きシンプル簡単バージョン一緒にできるようになったらですね、もうまず1個目のゴール達成ですから、おめでとうございます。はい。したら次のステップどんどん行きましょう。じゃあ次のステップはどういうことかというと、今度はですね、YouTube に合わせるんじゃなくて、皆さん、お一人で、一人っきりでこう音楽を生み出す。歌って、メロディーを作って、リズムを生み出して、音楽を生み出す。一人だけで、これをやっていただきたいです。その時は最初のうちはやっぱり楽譜が必要だと思いますね。楽譜で、覚えちゃって、いずれは曲を覚えてね、本当にハワイの空の下とか海の前でこうバーッと聞きたいんですけど、まずは楽譜で練習していくのがいいと思うんですけどね。じゃあ楽譜どこにあるんですってことになると思うんですけど、安心してください。今ですね、ガズはですね、この自分でガズが書いたこのノートも見ながら今演奏していきましたと。もうちょっとしたらこのノートこのまま今映ってるこのカメラにこんな風に映して、みんなもこんな風に書いてみたらいかがですかってシェアしようと思うんですけど、今めっちゃ便利なサービスが始まってます。これです。ドーン、ガズクラブです。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日のパーリーシェアーズの楽譜を、手書き楽譜を含むガズが書いて書きまくってきて、今までも書きまくってきても世の中にあるあれってあらゆる音楽ジャンルの曲の楽譜のデータがですね、毎月5曲皆さんのお手元にダウンロードしていただいて、すぐに、YouTube とこう合わせてレッスンが練習できるよという画期的なサービスなんです。で、このガズクラブなんですけど、楽譜のダウンロードだけじゃなくて他にも山ほどいろいろあります。最新情報としてはガズクラブメンバーだけが、めちゃくちゃ便利に利用できるアプリがあります。このアプリがあるんですよ。会員メンバーのすごいですよね。あとはですね、毎月2回行われている、ガズクラブメンバー限定のオンラインライブ配信、これがもう世界中からの参加でテーマ曲が毎回決まってて、めちゃくちゃ盛り上がります。もう汗だくだくで、もうわーってね、オンラインでこんなに楽しいんだって感じです。次回の日程はこちらになっております。これ皆さん、ガズクラブのメンバーになってこのイベント参加してください。毎月2回です。あとね、ちょっとガズクラブとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学っていうのもやってるんですよ。こちらは、YouTube のメンバーシッププログラムっていうのをやってまして、この今 YouTube 見てると、ここにメンバーになるというボタンがね、パソコンで見てる方あると思うんですけど、ここでですね、毎週2回、ライブ配信をしながら、ウクレレのリズム練習、基本リズム練習も、なんか千本ノックみたいなやつですね。とか、面白いリズム構成とか、結構このお勉強です。大学ってついてるぐらいですから。このガズレレ大学は、結構ね、こう、真面目ですよ。真面目。トレーニングです。はい。だから、ガズクラブとガズレレ大学、ちょっと分かりづらいんですけど、ガズクラブは楽譜を5曲ダウンロードできたり、もうわちゃわちゃやる、なんかこう一つの街みたいなイメージですね。ガズレレ大学は、ちょっとアカデミックに、お勉強の場所になってますね。キャンパスライフ、みたいなね。まあこれ面白い。2つのこの活動してますんで、ぜひご参考にして、ちょっと、概要欄にこの2つの詳しいこと書いてありますんで、ご覧になってください。それとあともう1個最新情報なんですけど、ガズラジといってガズが朝7時半から毎朝、ラジオ放送配信してます。スタンド FM というところで、ラジオ配信してます。どなたでも無料で、いつでもどこでも聞けて、アーカイブも聞けるようになってますんで、この辺のことも、概要欄に書いておきますんで、チェックしておいてください。はい、それではですね、楽譜を見てまいりましょう。2021年改訂版のパーリーシャールズ。ハワイアンソングの定番曲でございます。はい。まずここイントロなんですけど、ここにタッターとか伸ばすとか入ってる。今やったシンプル簡単バージョンは C で伸ばしたんですけど、後半のかっこいいバージョンはここタッターって決めを入れようと思います。そしてよく見てもらうとですね、コードがちょっと変わってる。あ、ここもでちょっと後で解説しますけど、ここだ。Fmに変わってたりしますからね、これコードが。コードがね、ここだけかな変わってる。あ、ここにもある感想のところとか。はい、このパターンのところってことです。下にくるっと囲ってるコードの時は、かっこいいバージョンは下のコード。シンプル簡単バージョンは上のコードということにしてください。そしてこれ繰り返しが多いんで、ちょっとね、一応説明させてもらうと、A メロがここじゃないですか。で、B メロがここですね。で、これ A と B のパターンしか出てこないんですけど、ちょっと見ていただくとですね、ここを見てください。B メロ行ったら、また A メロをもう一回繰り返しますと。はい。したらその後感想でここやるんですけど、ここ見てください。A メロ2回繰り返したときは、1回目は C7 で、
for every って入ります。ここ、丸にって書いてあるんです。ここは C で伸ばして間奏に入っていきます。はい。そして、間奏っていうのがこれなんですけど、これをやって、これって要はね、ここのさ、A メロの後半のところのコード進行なんですけど、そしたらここやったらまた B に入っていきます。はい。これやったらまた B、間奏やったら B にやって、また A、要は A3 回繰り返すんですよね、この A。で、3回 A を繰り返して、ここ見てください。3回目は今度 Day7 になって、今度ラストのバースといきます。ここです、ラスト。はい。ここをやって終わったぞーという。これがガズレレオリジナルアレンジになってます。ここにちょっと分かりづらいんで、見て、構成を変えておきました。A、B、A、感想をやって B、A、ラストですね。はい。で、この A が1、2、3回出てくるんで、ここの1、2、3というのは、ここが、コードが毎回、ここだけ違うよということを、イメージしてください。はい。じゃあこれちょっと一時停止してメモってってください。それか、デモ演奏内の、テロップを一時停止して、書き出してもらうか、あと先ほど紹介させてもらったガズクラブで、このノートそのもののデータをダウンロードしてもらうのもすごく便利でご活用いただけると思います。英語ですからね、ちょっと、でも比較的英語の曲にしたら、歌いやすい、ゆったりなんでね、曲だと思います。この点でね、結構リズムを測ってるんで、ガズは、これがね、みんな参考になるかなと思います。あ、じゃあ B メロですね、はい。ここちょっと可愛い感じでね、はい、雰囲気です。はい、それでこの間奏のところとかもこれはね、要は A メロのここの間奏と一緒なんですよね。なので一応書いておきました、間奏。はい、で、ここを書いて、で、ここ最後のエンディング、ちょっと最後長めに撮ってね。はい、行ってます、という感じ。ここも最後、簡単バージョンとかっこいいとコード変わってます。はい、こんな感じになってます。じゃあちょっと出てくるコード見ていきましょう。はい、C と、このね、赤く囲ってるやつは後半やるかっこいいバージョンで出てくる。今はひとまず隠しておきます。今のやったらシンプル簡単バージョンが今日6個ですね。C と F と D7 と G7 と C7、A7。このね、コードは入門コードです。皆さん安心してください。これはね、すぐ覚えられちゃうやつなんで、これです、ドン！ガズレレ必須コード。この必須、ガズレレ必須コードってのは一体何かというと、ウクレレで音楽始めようかなと思っている方に一番最初に覚えてもらいたい入門コード。10個のグループなんです。この10個はちょっとね、覚えてもらいたい。この10個覚えておいたら逆にもう何でもかんでもできるって感じですからね。でも10個もあるのかと思うでしょ。安心してください。これ入門コードなんで、1個ずつはどれもめちゃくちゃ簡単なんですよ。だけどね、10個いっぺんに覚えようと思うとなかなか頭ごちゃごちゃになって混乱するんで、私がめちゃくちゃわかりやすく頭にスイスイね、こうなんかわかりやすく頭に覚えられる動画を撮ってます。ここにその解説動画貼っておくので、ここじっくり見てください。すぐ覚えられますよ、この動画見たら。ぜひとも10個覚えちゃってください。今日その中から6個シンプル簡単バージョンで出てきます。ということになってます。まあ今のシンプル簡単バージョンはこの6個のコードを使ってゆっくり弾いていったってことなんですけど、やっぱりこれハワイアンソングってちょっとね、こう可愛くて元気になって、こうなんつうのかな、生き生きやりたいから、やっぱ体をこう動かしてね、やってもらいたいんですけど、それとやっぱりこの曲、英語ですから、やっぱりちょっとね、よく聴いてもらって、もういろんな方がね、歌われているんで、でも基本的にはその英語の、歌い回しとっていうのは、同じだと思うんでね、いろいろかっこよく、真似するのがね、キーポイントですね、英語の曲を歌うのは。言葉通りに聞こえなくても、その、聞いた感覚で、もう真似する。これが、裏技でございます。そっからまたこう歌詞の中身を読み込んで、意味もこう深めていくっていうのがいいと思います。はい、じゃあそんなことをちょっと認識していただいてから、かっこいいバージョンの解説に入っていきまーす。はい。かっこいいバージョンは1個コード追加します。はい、じゃあこれです。F マイナー。これよく出てくるんだけどね。はい、初心者さん使いかかっちゃうコード。まず、こことここです。押さえる場所。こんな風に押さえるのが教科書通り響きは、いい音なんですよ、これがね。ガズさんの場合は、ここの部分、4弦の1フレットの部分を親指で押さえます。はい。これでも出てくることは、出てくる音は全く一緒ですからね。これどっちでも皆さんが押さえやすい方でいいと思います。親指で押さえようかなという人は手首をちょっと上に、人差し指で押さえようという人は逆にこういう前とかこうね、こういうの出す感じ。はい。これを意識してもらうといいと思います。じゃあ今日出てくるリズムなんですけど、これもいろんなね、アーティストの方が様々なバリエーションでカバーしてるんで迷うところなんですけど、今回はほんとハワイアンっぽくゆったり、しかも簡単にそのムードが出せるという、いいリズムをご紹介します。ドン、ルンルンビートと8ビートです。これ、それぞれ本当は違うリズムなんですけど、これをミックスしたということでございます。ルンルンビートっていうのはちなみにこういう感じ。ドン、ダンと、シャンクルです、リズム。これはアクセントだけでトンドダンとトンとダン、これがルンルンビートで、8ビートっていうのはジャンジャジャンチャチャンチャンチャチャンチャチャ、これね、ストロークっていうのは基本中の基本なんですけど、これを混ぜるとどうなるかっていうと、8ビートのシャッフルのリズム、シャッフルっていうのは跳ねてるリズムの8ビートなんだけど、後ろ側にアクセントが来る、そうするとこうなります。ドンダトンダンドンダトンダンドン、
これ軽やかでしょ。これをね、裏にアクセントが来るっていうところがキーポイントです。アクセントの付け方はドンダドンダンドンダドンダ。ウクレレって100以上の音出ないんで、ちっちゃくするところをちっちゃくしないと、この差が、アクセントが弱いところと強いところ差があった方がよりノリが出るんですよ。なんで弱いところを強く弾いちゃうとそれ以上強くなれないんで、強いところから弱いところを格差なんで、ちっちゃく弾くところを弱く弾くっていうのがポイントですね。弱く弾くときはこの3弦と4弦をほんと触る程度っていうか、ドンダドンドダドンダドンドダド、こんな感じがいいと思います。はい、あ、じゃあ今これ2つ映ってるルンルンビートと8ビート、このリズムの解説ここにリンク貼っておきましょう。これミックスしてちょっと練習してみてください。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガゼレのホームページの1枚で、その中にルンルンビートと8ビートの超濃厚解説動画がもうすでにアップロードされておりますんで、じっくり見てこれを混ぜていく、これがいいと思います。はい、じゃあちょっと C で練習してみましょうか。ゆったりで体を揺らして、シャッフルのリズムですからね、チャッカ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 、跳ねてるリズム。はい、それで C を押さえてルンルンビートと8ビート練習です。ワン、ツー、スリー、フォー、ダンドンダン、強弱、ズンダドスダンド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 ン、こんな感じです。体を柔らかく使って、このね、シャッフルのリズムをキープするには体でこう、もうウキウキ気分でやるのがいいから、ルンルン気分でやるのがいいから、ルンルンビートって名付けてるわけですから、体ごとリズムを作っていきましょう。はい、そしたら曲のね、流れで解説しようと思うんですけど、今日はね、もうめちゃくちゃシンプルで、イントロで一回キメが出てくるだけです。あとは伸ばすとかそういう感じで、あとはもうほんと淡々とね、ルンルンビートと8ビート、あれが混ざったやつを、こう、続けていくっていう、そういう世界観なんですよね。じゃあ、その最初に出てくる唯一のキメっていうのやつをやろうと思うんですけど、イントロですね。ちょっとやってみると、ワン、ツー、ダン、ダン、ナー、ダン、ダン、入ってきます。このタッタ、これだけが唯一の決めでございます。このタッタはカッティングできる人はこの左手でこうやってできるといいんですけど、ちょっと左手でカッティング難しいとしたら、右手ゆっくりだったら右手でもこんな感じでできると思うんですけど、ちょっと忙しいねやっぱり。はい、とにかくタッタパリシャル、これはできるといいと思います。ちなみにカッティングっていうのは、音が今出てるのを左手でこうパッと触ってね、一瞬音を止める。はい、これで止まったでしょ。これをカッティングと言います。ちょっと余裕できてきているら、これもじゃチャレンジしてほしいと思うんですけど、このカッティングの解説もさっきの8ビートとかルンルンビートリズムの解説、いろいろのところのリンク先にカッティングの練習の仕方書いてあるので、ぜひともちょっと挑戦してみてください。この決め1個だけなんですよ。あとはさっきも言ったけども、ゆったりこうゆるく、本当にこうなんかこう力を抜いてね、ハワイアンソングってこのゆるいというか柔らかさがすごく魅力なんで、こう全体自分の体も柔らかく使って、この柔らかいビート、優しいリズムをこう生み出していくのがいいと思います。でもちろん歌詞英語ですけれども、歌詞の中身もしっかり読んでもらうとですね、やっぱ新発見があると思います。感情とともにこうやって音楽を生み出すのがいいと思いますね。はい、もうやっぱ気分に浸ってこれやるのがいいと思いますから、もうほんとこうバーチャルトレーニング、頭の中でこうハワイを思い浮かべながら、ビーチを思い浮かべながら、表現するのがいいんじゃないかなと思います。それでは、やってまいりましょう。パーティーシェアズガズレレ流かっこいいバージョン、やってみる。ワン、ツー、ワン、燃えろ
パーリーシェアーズガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。やっぱりこのトンタンスッとタン、この柔らかい体がこう自然に動いちゃう、このハワイアンのグルーヴ、なんていうか風がこう吹き抜けるような、あの気持ちいい風が、はい、この歌でですね、ハワイを感じましょう皆さん。はい、本当ね、僕もハワイ、しばらく行ってないんで行きたいな、まあ、ちょっとねもうちょっと落ち着くのを待って、それまでちょっとこういう曲でハワイアンソングいろいろやってね、気分を高めていくのがいいと思います。はい、そしてお知らせなんですけど、こちら、ガズレレプロデュースのこのリュックサックです。これウクレレケースなんですよ。ここにプリントが入ってる、これねコンサートサイズまで入るウクレレケースで、これねリュックサックにもなるけど、ここにもハンドルついて横にも持てるんですよ。で開けるとこういう風になってて、こう楽器用のね分厚いクッション材が入ってて、ポーチが2つついてます。こっちちっちゃいポーチはチューナーとか入れたりとか、こっちの大きいポーチはカメラの三脚とか、これね譜面台も入ります。これを使ってこう中でねこう動くのを防止したりとか、いろいろといい機能が満載のこの 大ヒットリュックサック、残り少なくなってますんで、これ概要欄でチェックしておいてください。あと引き続きましてこの本、リットミュージックのこのシリーズ、今3冊の本が、出てるんですけど、こちらの緑の方はこれ見て、赤いニューエディションっていうのがありました。これ中身ちょっと変わったんですよね最近。はい、これがもう累計12万5千部の突破のもので大ヒット商品になっているのに加えて、7月にはこちらの本、これの最新刊がまた出ますよ。この本のことも概要欄にありますんでチェックしておいてください。その他にもガズレレではいっぱいねグッズがあります。この使ってる、ストラップだとかキャップ T シャツ、夏になったらこの T シャツめちゃおすすめ。あとトートバッグとかいろいろあるんですが、この水引きもね、この水引きはガズの両親が一本一本手作りしてるやつなんで、これもおすすめです。この楽しいねガズレレグッズでさらに楽しいウクレレライフお楽しみください。それでは本日はガズレレ YouTube 動画見てくださってありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。